どうもアリスキテラーです。今回も7ナイツ2やっていきたいと思います。で今回はベリーハード1章の、野蛮族の副官を倒すケチャ戦に挑みたいと思います。それではスタートします。レイチェルが竹取ってるな。これセット使います。爆発が来たら逃げる。いやこれきついな。結構やけどになってしまうな。爆発が来たら逃げる。おっとシャイが狙われた。ギラハン、爆発。ギラハンがタゲ取ってる。さあいいダメージ出してる。爆発来たら逃げる。さあ敵の体力 67%。 やけどにはなりつつも順調に削ってはいる。おっと爆発来た。爆発来たら逃げる。危ない危ない。まだギラハンが駆け取ってる。あ痛い痛いな。おっと爆発来た。逃げて、おっとギラハンやけどになってしまったな。落ちるな。これは残り体力 52%。 おっと爆発きた。逃げる。レイチェルが竹取ってる。さあいいダメージ入った。爆発きた。逃げる。まだレイチェルが竹、オッケー、いいダメージ。逃げて。危ないな。レイチェルはちょっと落ちそうだな、これ。ギラハンが取ってるんで、残り、あ、バッと爆発きた。危ない、危ない。カリンがやられた。危ない。ちょっとこれ危なかったな。マラソンして、誰もやけどにはなってないのでマラソンしてちょっとペット回復を待ちたいと思います。4321、ペット回復使います。 OK、 再戦。カリンが竹取ってる。カリンだけずらそうか。カリンが死ぬとまずい。カリンが死ぬとまずい。カリンが死ぬとまずいぞ。爆発きた。集合オンして逃げる。まだカリンが竹取ってる。オッケー、ギラハンに移った。影がコロコロ変わる。あ、痛い痛い。逃げて。あーっとレイチェルが落ちるな。これ大丈夫か。カリンの蘇生がある。でもオッケー、残り 11%。 やけどにはなりつつもオッケー、逃げれた。残り 8%。オッケー、いいダメージ出た。このまま押し切ろう。もうこのままいっちゃおう。オッケー、いけた。全員連れ去られてしまったようです。
というわけで、無事クエチャじゃないケチャの方を倒すことができました。んクエチャだっけケチャだっけどっちか忘れちゃったな。とりあえずケチャップ。というわけで、編成の方をお伝えしておきたいと思います。回復薬と蘇生薬にカリンで、やけ止め液耐性を上げるためにギラハンで、スキル回し回復要因でシャイで、アタッカーでレイチェルで、陣形の方なんですけど、陣形は、戦術陣形で、ギラハンとレイチェルには、状態異常に対する免疫が上がる効果がこの戦術陣形で得られるんですけど、カリンとシャイには適用されないです。で、この状態でも結構やけどになってしまうんですけど、カリンさえ生きてれば蘇生で何度でも復活できるので、あのカリンがならなければ、結構いけるかなっていう感じはしました。ただこれ相当結構これ上げてるんで、あのやけど耐性はギラハンもレベル50で、超越者の誓いのセット効果をつけてて、今パッシブの方でやけどに対する免疫が 66% 上がってるんですけど、でさらに陣形で 15.7% 上がってるので、82% 近くやけど免疫を上げているんですけど、ギラハンの方もやけどになってましたね。まあ8割は防げるけど、2割程度はやけどになると。だからレイチェルもそんな感じなんですけど、なのでまあ完全ちょっと今の状態ではもうちょっと戦術陣形のレベルを上げていけば、あのだいぶやけどになりづらくはなると思うんですけど、ちょっとやっぱなっちゃう可能性は結構高いので、まあシャイとカリンでまあなんとか、蘇生を使いつつクリアしていったって感じになりましたね。で、そうですね、まあ、カリンとレイチェルとシャイはだいたいいつも紹介しているので、ギラハンの、育成状況だけお伝えしておきたいと思います。でギラハンレベル50で、ステータスはこんな感じになってます。で潜在力の方はまあこんな感じ、あんまり振ってないですね。まあちょっとやっぱりアタッカーのレイチェルを結構鍛えてきたので、あの結構楽にいけたかなっていう気はします。というわけで今回は、メインストーリーベリーハード1章の、ケチャかクエチャかどっちか忘れちゃったさんを倒してみました。じゃあ次はここのラストのボスのケチャかクエチャかどっちか、名前忘れちゃったんで似てるから分かりづらいんですよね。どっちかの、まあ、最後のボスを倒しに行きたいと思います。というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。